皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。山口市アジスの山口キララ博記念公園で22日夜、アイドルグループ、キングプリンス、キングプリンスが出演した花火イベントがあり、終了後、JR 新山口駅で終電に乗り遅れた1000人以上のファンらが帰宅困難になり駅構内で一夜を明かした。 JR 西日本の職員が水や毛布などの支援物資を配り、目立ったトラブルはなかった。別カット、駅で夜を明かすファンに配られた非常食。午後8時半ごろに終了したのになぜイベントは午後6時半開演で、午後8時半ごろ終了。約3万人が詰めかけた。主催者側は、 帰宅者用に約10キロ離れた会場と新山口駅を結ぶシャトルバスを運行したが、道路が渋滞し、午後11時前の山陽新幹線の最終電車に乗れなかった人たちが滞留したとみられる。バス、進まなかった。主催者はホームページなどで、終了後のシャトルバス乗車には混雑で、最後の客が乗車するまで3時間程度の時間を要することが予想される。と呼びかけていたが、 神戸市から70代の母親とイベントに参加し駅で足止めにあった40代女性は、シャトルバスには早めに乗れたが、会場からの帰り道は渋滞し、バスは全然進まなかったと話した。主催者のユニバーサルミュージックは、大変なご迷惑をおかけしてお詫び申し上げる。JR 西日本には感謝しているとコメントした。小沢優奈、脇山貴俊、山口響。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。